JGDIY チャンネル。PC を楽しむチャンネルです。皆様こんにちは、JG です。HP のエリートデスク 800G3SFF の動画、12月14日現在、8500再生を超えて当チャンネルの一番人気となっています。なぜこの機種を衝動買いしたのかをお話ししたいと思います。家には HP プロデスク 600G1SFF を持っていて、この PC で動画作成を行っていましたが、さすがに4コア4スレッドでは限界を感じていました。そこに HP の i7-7700 を積んだ PC、4コア8スレッドなら時間短縮できると思い購入しました。HP プロデスク 600G1SFF を紹介します。1、PC 本体外観チェック。HP プロデスク 600G1SFF は2年前にパソコン工房大阪日本橋店で中古16,280円でした。非常に綺麗な個体です。コア i5 のシールが貼ってあります。購入時の構成は i5-4590、DDR34GB1枚、HDD500GB1 台でした。背面は左から PS2 端子2個、LAN 端子、USB 端子が2ポート、DP 端子が2個、RS232C 端子、VGA 端子、USB 端子が4ポート、ライン入力端子、イヤホン端子、AC 電源ケーブル端子です。2、購入時の作業開始。SSD 取り付けの下準備をします。サーマルテックの PC ケースバーサ H17-18 の SSD 取り付けネジ、ゴムを使います。HP の PC の HDD などの取り付けネジは Amazon などで不当に高く売られているので、このネジで代用します。ケースを開封します。ボタンを押しながらケース板を引きます。ケースの表側キャビネットを外します。ドライブベイを持ち上げます。ドライブベイの下側は 2.5 インチ用です。SSD を取り付けします。SATA電源ケーブルを取り付けします。SATA ケーブルを取り付けします。CPU クーラーを取り外します。プラスドライバーではなくマイナスドライバーを使用します。4点外します。ウェットティッシュを準備します。ウェットティッシュで CPU グリスを拭き取ります。CPU を取り外します。i5-4593.3GHz。CPU を取り付けします。CPU グリスを塗ります。CPU クーラーを取り付けます。マイナスドライバーで取り付けします。
ケーブルを元に戻します。3. BIOS 確認 Windows インストール。BIOS バージョン 2.57 です。Windows をインストールします。BIOS アップデートソフト。BIOS バージョン 2.78 です。4. 現在の状態。PC ケースを開けます。GT640 が追加されています。前面キャビネットを取り外します。ドライブベイを上げます。パリットの GT640 です。CPU クーラーは星型トルスクかマイナスドライバーを使います。4点外します。コネクタを外します。CPU を取り外します。CPU を取り付けします。CPU グリスを塗ります。小塗りです。CPU クーラーについているグリスは拭かなくても良いのか。CPU クーラーを取り付けます。マイナスドライバーで4点を対角線上に締め付けます。戻します。ドライブベイを戻します。前面キャビネットを取り付けます。PC ケースを閉めます。5. 電源投入。スイッチオン。起動時間は19秒47。6. ベンチマークテスト結果。シネベンチ R15 でも倍の性能にはない。シネベンチ R20 でも倍の性能にはない。ドラゴンクエスト X ベンチマークテストは CPU のクロック性能差かもしれない。7. 評価。CPU は i5-4590 です。4コア4スレッド。購入時からの変更は SSD 追加、メモリ交換、グラフィックボード追加になります。ビデオカードは GT640 です。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。
よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。